でも気持ちよくなってきたんじゃないですか。なってきました、ね、さっきの痛いよりは、うん、ちょっと眠れてきた。ちょっと鼻先が左に行ってますね。ちょっとこういう歪みが出てる。多分、うん、こっちの筋肉こっちだと思う。ああ、うん、あああとか言った。多分ちょっとお顔のバランスがね違ってきてると思う。これわあ。こっちよりもこっちですよね。ですね。うん、こっちもあるけどね。筋が通ってない状態になってるから、うん、鼻もちょっと調子悪くないですか、うん、悪かったです、ね、花粉症とかじゃないんだけどなって思いながら、うんうん、うわごめんなさいね痛いことをやってしまってますけど目ね ここもほらすごい詰まってますもんね。詰まってる。それは詰まってる、うん、まあ、なりますよね。すごい、そんな違うんだ。うん、違ってますよね。これはどうなってるんですか。つまり目の疲れをねちょっと今取るようにしてます。目と鼻ってちょっと近いので、うん、目鼻にも悪影響が出がちです。でですね、手腕が凝っちゃうと顔周りに来るので、そうそう、あ、うん、ちょっと軽くなってきましたよね、うんうんうん、はい、おー、さっきよりいいですね。真ん中に持ってきました。すいません、ここも痛いと思うんですけど。声を出す間もなく。言った時には押されていました。先手必勝ってすいません。立場を利用して。
今のめっちゃ鼻の周り、うん、あれって、うんうん、顔が凝ってるっていうことですか。あ、そうっすね、そうです、そうです、そう、うん、うわー、そんなとこ人に触られたの初めてだ。ですよね。うわー、この辺来るとこうほうれい線も出やすくなるので、最近めっちゃ気になってましたが、お化粧がそこに溜まるっていう感覚がすごいあって、ここ取ってあげるとお顔あのそのあシワも薄くなります。なんでその溜まってたっけって思いながら今まで、人の何倍分もね生きてるというか動いてるというかですから、それ老化のスピードも当然多少なりとも、はい、でもまあちゃんとね実際問題は若いんで、うん、疲れを取るように向けてあげれば変わります。なるほど。おー、手首すごい。あー、結構荷物も重くなったりしてますか？なんか、どうなんだ、あ、でも、使ってる感覚はあります、今まで以上に。ね、力入ってるというか、うん、使うことが増えてるんだと思うんですよね。増えてると思います、うん、すごい、ね、だってこんな言わなかったですもんね。言わなかったですよね、今までは。なんかやっぱ体の使い方、疲れ方が全然違ってるんですよね。うわ、すごい、はない、ね、左だけでしたね。利き手の方がすごいのかなって思ってたけど、多分だから右の方がいろんな動きがある。ああ、左の方が多分グッと固めてる感じなんじゃないでしょうか。気づきにくいんですよね、利き手じゃない方が。ああ。使ってる石が薄かったり、うわでも痛いな。痛いですね。これはこれで疲れてないわけではないので、ちょっとその疲れの種類が違うって言いますかね。そうですよね。うわゴリンゴリンですね。今までになかった。ないないない。あれしてますよね。ね、違う、腕の凝り方がもう全然違う。うわ。いやだってあとその弁当作りとおっしゃってたじゃないですか、うん、フライパン振ったりとか家事って結構腕使うんですよ。使いますね、うん、重いし意外とこう細かい動きってすごい手がだるくなりますもん、うん、わちょっとしたね弁当一つですけど、今までになかったっていう、そうやってないから余計手慣れてないっていうのもね、あってだと思いますね。なんかちょっとした作業でも結構疲れますもんね、こう切ったり炒めたり、そう、うん、一
一時期卵焼きめっちゃ練習してて、はい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 、でうちあの卵焼き作るフライパンがなくって、お母さんはすごい綺麗にできるんですよ。うちの母親はそういう特技用で、すごいかっこいい。だからなんかいらないでしょとか言われてあれあってもやりやすいですよね、四角いやつの方が。そう、うん、うわめっちゃ頑張ってやってました。難しいですよね卵焼きも。一日卵焼きしか食べない人がいます。練習しすぎて悔しくて綺麗にできないのが。頑張り屋さんだな卵大好きだからいいんですけど。あ、そうなんだ。あ、そうですよね、ゆで卵作ってもらったりしてんですもんね。そうそう、あれね難しいですよね、形崩れちゃったり焦げ目が強すぎたり。いや本当、世のお母さんはすごいなって。すごいすごい、私何回やってもうまくできない。いや本当、毎日料理を作るって大変だなと思って。すごい大変感謝しかないね本当に。もうなんか昔はなんか大して、まあ、作んないなみたいな感じで不満ばっかりだったんですけど、うんうん、今作ってもらうとすごいいいもの食べてたなと思って。本当にですよね、本当。これそう。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you.